ちは。高橋ジャパニーズランゲージセンターの高橋です。よろしくお願いします。今回はいい留学エージェント会社と悪い留学エージェント会社の紹介をしたいと思います。悪い留学エージェント会社ですが、スリランカにはいっぱいありますね。スリランカ人は結構悪い人が多いと、ボルボルボルと。っていうのは、大体紹介できる学校が1校しかないんですね。でエージェント会社の社長が卒業した学校しか大体紹介できないそうなので、まず留学したいのであればそこの留学エージェント会社に日本語学校の名前を聞いてみてください。で、そこの留学エージェント会社が、ちゃんとしてれば、本当は選べるはずですけど、名前を言わないっていうことはおそらく怪しい学校だと思ってください。日本にも、怪しい学校はいっぱいあります。スリランカ人のエージェントが紹介するところは大体中国人しかいない学校だったりとかネパール人しかいない学校だったりするケースが多いです。こういう、ね、悪い、エージェント会社はなるべく使わないようにしてください。で事前に調べられるのが、日本語学校のサイトがあるんでこちらに、URL 貼っときますけども、そちらをクリックしてみてもらえれば、日本語学校の名前から、各国の生徒数がどのぐらいいるかっていうのを調べられるのであらかじめ調べておくと、騙されないで済みます。私の、留学エージェントでは今台湾の方でもやってるんですけども20校提携してるんですね。ただし、スリランカで、エージェント会社をしますって言ったところ実は20校中、7校しかちょっとスリランカ人はあんまり興味ないですっていうところが多くて7校しか今提携できておりません。まあ、でも7校、東京もありますし大阪もありますし福岡もある沖縄もあります。ですので その中から自分が気に入った学校条件に合った学校を選んでいただいて、留学することが可能です。ということで留学の、せっかく高いお金を払うので、いい学校を選んで留学してみてください。